ゆあサのりやは、映画監督。東京世田谷区赤包に生まれる。祖母は、初期の新派劇女優で、映画にも出演した、東秀子父は、松竹か田日活、大栄と移り、戦後は、東横映画、大英で活躍した俳優の星ひかるという、演劇一家に育った。京都に移り、京都府立大木高等学校。 法政大学法学部法律学科を卒業。同じく大英に所属していた俳優の田宮二郎は、大木高校の2年後輩である。1957年、大英東京撮影所監督室に入社。絹笠定之助、東、孔治、井上梅治、川島雄造らに指示。1964年、歌謡青春映画、幸せなら手を叩こうで監督デビュー。 1965年、大怪獣ガメラを監督。以来、ガメラシリーズを続けて手掛け、子供が純粋に楽しめる怪獣映画として人気シリーズに育て上げた。その一方、厚み丸主演のお色気映画や関根稽子主演の高校生シリーズなど、社員監督として末期。 大英の人気シリーズを支えた。1971年、大英倒産に伴い、テレビドラマ界に転出。大英倒産の方を聞いた後、湯浅は一人倉庫にこもりその悔しさのあまり、周り一切を叩き壊してしまったという。そのため倉庫に保管されていた、昭和ガメラと他の怪獣の着ぐるみも湯浅によって、全部破壊されてしまった。以後は、主に、 テレビドラマの演出に携わり、岡崎由紀18歳シリーズ、愛ちゃんが行く。等の青春コメディア、アイアンキング、コメットさん、デンジン、ザ・ボーガー、ウルトラマン80等の児童向けの特撮作品も演出した。本人も特撮ものは大好きと語っている。晩年はカラオケ映像の演出などを手掛けて活躍していた。滑覆がよく丸顔で、 ガメラ創世期映画監督、湯浅の明によると、大怪獣ガメラ撮影時には、島孝治から、ガメラはぬいぐるみではなく、湯浅監督本人がそのまま演じればいいと、からかわれたという。同書にはガメラに演技をつける、湯浅監督の写真があり、まるで兄弟であると、キャプションがつけられている。また、湯浅監督が、映画に関わったきっかけや、ガメラ撮影時の苦労と、楽しみ。 撮影技法等についても詳しい。平成になって復活したガメラシリーズに対しては、オリジナルシリーズの要素を排除した内容に触れ、あれでは、ガメラ映画ではないと批判している。ありがとうございます。